続いては記者の言葉です。今日は東島さんとお伝えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマはこちらです。水俣病被害者と環境大臣再懇談の成果はということですけれども、3日間の再懇談を振り返ります。東島さん、その成果を一言でまとめるとどうでしょうか。そうですね、まあ、成果には乏しかったんですが、はい、やる意味はあったというような懇談だったと思いますね。ちょっとおかしな言い方ですが、まずは VTR をご覧ください。水俣病の68年の歴史の中でこういう風景はなかったんじゃないか、今私非常に感激してるんです。ようやく水俣病の解決が始まるのかな、環境省その決意に立ってくれたのかなと、本当涙が出ました。感動してごめんなさい、もう本当感動しました。私も政治家になって23年ぐらいになりますけども、すいませんね、ちょっと感情が高ぶるので今日ぐらい感動した懇談でもありませんか。ありがとうございました。伊藤大臣、時には得意の映画の話も披露しました。ほう。でハリウッドで昔の映画をどうやって保存してるかというと、実はテープにデジタルで記録してるの。引退したらぜひ水俣病の映画を作ってくださいって思いますけど、しかしこうしたやり取りの一方でやる気があるんですか、ないんですか。環境省としてやれることをやる気があります。やる気がありますか、ないですか。一気にやっぱ書いてもらうか他の患者さんたちも納得もできんとじゃなかったな。もう泣いてるけど、もう私たち泣いてる場合じゃないんですよ。ゼロ回答だ、非常に問題だというふうに思います。全然向こうの言い方と噛み合っていかないと、あれではですね、今後も進んでいかないと。ほとんど変わらないと、今まで通りの政策をやるような考えだなというふうに思います。はい、感動したというやり取りだったり、話が噛み合わない議論などいろんな感情がありましたけれども、不思議ですよ ね、 ねえ、これどうなんでしょうか。まあ、今回何が話し合われたか見てきたと思うんですね。はい、今回大臣自身が数えただけで60ものですね、課題を話し合われたんです。その中で一番まあ大きなものといえばこちらになります。水俣病と認めるかどうかという基準の見直し、はい、これについては否定しました。うん、まあ、ゼロ回答ですね。そして国側がですね、今後検討したいというふうに答えたものを挙げていきますと、高齢化する患者さんの介護の費用、それから入居施設の問題、つまりこれは対の住処ですね、の問題、それから水俣市にですね、明水園という認定患者しか入れない施設があるんですが、はい、そちらをですね、特措法とかで救済された人にも開放してほしいという、これも大きな問題です。さらにはですね、その特措法もう15年が経ってですね、いろんなものが現実と合ってこなくなっているので、うん、そのいろんな諸手当を改善してほしい。これについて言いますと、まあ、離島に住んでいる人がですね、月1000円もらえる離島加算、これ病院に行くときの交通費などを当てるんですが、まあ、月1000円、はい、それは改善しましょうということなんですが、それ以上に、それ以外については難しいということだったんです。まあ、そうなってくるとこう後ろ向きな回答が多いなと感じたんですが、やっぱりゼロ回答ということになるんでしょうか。まあ、逆にですね、じゃあ前向きに、話し合われたのは何かと言いますと、はい、まあ、今の離島加算、それから水俣病の資料を保存していく行こうという話、あとはですね、五所浦島のマッサージ機が壊れているので何とかしてほしい、まあ、これ何とかしましょうという、まあ、これぐらいですね。結構細かいところまで話し合われたということなんですね。はい、一方で水俣病の特措法に定めていながらも15年間行われていない地域住民の健康調査についてですけれども、大臣は2年以内に行いたいという発言もありましたよね。大臣はまさにそこを成果として今回ですね、強調してはいるんですけれども、はい、私はですね、聞いていまして、まさにそこに今回のね、政府と側と被害者側の、まあ、断絶距離感を感じましたね。と言いますのは、
そういう健康調査、国が示し環境省が示してきた案というのはもう全ての団体が反発をしていて、でさらに専門家もですね、効果に疑問視をしているわけです。そういったものを15年も経ってですね、急に出してきて、さらに2年以内に始めますよと、了解も取れてないのに言うのは、これはもう押し付けだというふうに、受け止められるわけなんですよね。ここにですから、もうお互いの深い溝というのがあったと思いますね。ただ一方で VTR の冒頭では、こう涙が出るほど感動したという言葉もありましたよね。平井さん、そこなんですよ、はい、今回の懇談会のポイントはまさにここで、はい、実際環境大臣ですとかね、事務方の責任者とか知事とかがこれだけの長い時間被害者と一緒に、ね、話し合うというのは、私この問題も30年以上取材してますけど初めてです。はい、で今ね、紹介したみたいにたくさんの課題があるのに、全く行政側とは今まで協議をしなかった、そういう中でですね、こうやって同じ土壌で患者被害者側と向き合う、さらに大臣側はこれからですね、今回だけじゃなくて協議を引き続き継続していくということを約束したわけなんですね。やっぱりこういう姿勢に今までずっと苦労してきた被害者団体は、心を揺さぶられたということなんですね。なるほど。その協議の行方っていうのは今後どうなりそうなんでしょうか。はい、まずですね、早ければ今月中にも実務レベルでの協議が始まる予定です。それから熊本県の木村知事もですね、今日を来月4日に県独自の懇談会を開くとしました。これはやっぱり県独自の課題というのもありますので、そこに対処していきたいということなんですね。そして例えばこの3日間の懇談に水俣市長は一度も出てきませんでしたけれども、あ、そうですね、はい、木村さんとしてはですね、こういう関連の自治体にもですね、声をかけて一緒に解決に当たっていきたいというふうな考えを示しています。記者の言葉、今日は東島さんとお伝えしました。